永本義弘さん。はい、総風会の永本義弘でございます。通告に従いまして、次の2点について質問させていただきます。まず1つ目に、国道178号線府中地区における渋滞の対策、2つ目にパーク&クルーズについてお伺いいたします。はじめに、お正月三が日、ゴールデンウィーク等行楽シーズン休日において大垣地区木野神社周辺を先頭に発生します国道178号線の府中地区から与謝野町男山付近までの渋滞の緩和対策および渋滞に伴い抜け道になる市道役場西山線の交通安全対策についてお伺いします。今年のゴールデンウィークは天候にも恵まれ、上皇天皇陛下のご退位、また新天皇陛下のご即位、そして元号改元と大変おめでたい10連休であり、この神社においても元号改元に合わせて御朱印を求める多くの参拝客でにぎわい、笠松公園に向かうケーブルカー、リフト乗り場では長蛇の列ができ、近年の海の京都効果による伊根町の船屋ブームで多くの他府県からのマイカーでの観光客がこの地域伊根方面に多くお越しいただきました。そんな中、毎年お正月三が日、ゴールデンウィーク等を中心に発生しますこの神社周辺を先頭とする国道178号線の停滞により、近隣府中地区住民はもとより、日置、養老、伊根方面、京北方面の地域の皆さん、またインバウンドの観光客など路線バスを利用される多くの方々が時間が読めないなど大変不便な思いをされております。今年のゴールデンウィークでは5月の3日に最大で与謝野町男山の福山江交差点を越えての停滞が発生し、 3.5 キロ進むのに1時間弱の時間を要し、このことにより緊急車両等の通行にも影響が出るかと思われます。そんな状態がお昼の12時過ぎから4時ごろまで続くという過去最高の混雑ぶりだったように思います。まず1つ目の質問ですが、この渋滞の最大の要因、当然、宮内さんの方も把握はされておると思いますけれども、一体何が原因なのかお答えください。浅野企画財政部長。はい、国道178号の渋滞の原因についてお答えいたします。平成26年の舞鶴若狭自動車道の全線開通や、平成27年の京都縦貫自動車道の全線開通、また平成28年に設立されました海の京都 DMO や、天橋立観光協会等によります積極的な観光 PR などによりまして、観光入り込み客数は増加の傾向にあり、290万人を超える観光客の方にお越しいただいております。こうした中、府中地区におきまして、特にゴールデンウィークに集中する観光客や、正月には元伊勢この神社への参拝に多くの方がお車でお越しいただいておりまして、年間数日ではありますが、府中地区にございます民間駐車場の収容可能台数約300台では収容しきれないため、いずれの場合もこの神社を起点といたしまして渋滞が発生しているものと認識しております。永本義弘さん。はい、駐車場の収容台数300台ということですが、ゴールデンウィークの5月の4日の日に、我々総風会のメンバーで、文殊府中地区に分かれて有料駐車場の台数調べを行いました。私府中地区の方を回らせていただきまして、その時府中小学校のグラウンドを臨時駐車場として開放をしていただきまして、大小合わせて、約470台の駐車場の確保はありますけれども、それ以上に車があふれるという状況でございます。
その中でですね、府中小学校4月28日と5月4日、5月5日この3日間、駐車場開放、試験的に、地元観光会さんの方が、試験的に、開放をしていただきました。4月28日が121台、5月4日が233台、5月5日が、74台という台数の駐車があったように聞いております。その中でですね、今回この3日間だけの開設ということになったんですけれども、一番ピークであったのが5月の3日、この時に男山の福屋を越えて4時間にわたる長い渋滞が続いたということで、このことはですね、後から観光会さんの方へ聞き取りをしたところ、なぜ駐車場を開けなかったんですかということを聞き取りしたところ、駐車料金の徴収人をアルバイトを雇ったと、そのアルバイトの確保ができなかったということをお伺いしております。それでやむなく、駐車場の開設ができなかったというふうにお聞きしております。こうしたことからですね、以前は行政観光の職員の方が、お手伝い等をされておりましたけれども、今年度から財政健全化に向けての取り組みの一環として、人件費削減ということで、職員さんの方がお手伝いができなかったというふうにも聞いております。そうした中でですね、せっかく台数を入れようと思っても、今回は試験的な府中地区観光会での取り組みだったんですけれども、今後こうした時にどのように行政として対応をしていただけるのかお伺いします。浅野企画財政部長。はい、ゴールデンウィークおよび正月におけます国道178号の渋滞対策につきましては、平成27年度から29年度までは府中小学校等に臨時駐車場を開設し、渋滞緩和に努めていたところでございます。平成30年度は地域自身の取り組みといたしまして、府中地区自治連合協議会や天橋立府中観光会によります府中地区渋滞対策協議会が立ち上がりまして、市と地元観光会からの補助金によりまして臨時駐車場を開設されたところであります。今年度からは協議会の自主財源の確保のため、ゴールデンウィークに開設します臨時駐車場の有料化の取り組みが開始されました。このゴールデンウィークは協議会におきまして天気予報などをもとに渋滞予測を行いまして、4月28日、5月4日、5日の3日間で臨時駐車場を開設されましたが、結果としまして10連休ということで、予想を超える観光客が訪れたということもございまして、臨時駐車場を開設しなかった5月2日、3日におきまして、大きな渋滞が発生いたしました。市といたしましても、さらなる渋滞緩和に向けまして、当協議会において臨時駐車場の運用方法などを見直すなどの改良に努めていただきたいと考えておりまして、必要な支援を努めてまいる所存でございます。永本義弘さん。はい、ご答弁ありがとうございます。臨時駐車場の運用を検討するということでございますけれども、府中地区、府中小学校臨時駐車場を入れて約470台ぐらいのキャパしかありませんけれども、実は府中地区にはまだ空き地というのか利用できる場所がございます。その一つに府中公園にあります府中グラウンド、そしてその横に併設されています、テニスコート横の駐車場とございますけれども、ここはグラウンドは少年野球とかがよく使われる場所なんで無理かとは思いますけども、このテニスコート横の駐車場等の案内の看板が一つもないというふうにお聞きしております。そういったところも今後利用できるものなのでしょうか。またテニスコート現在もう誰も使わないような状態で荒れ放題になっております。こういったことも有効活用としてできるのかどうかをお聞きします。
浅野企画財政部長。現在は臨時駐車場といたしまして、府中小学校のグラウンドの使用を認めておりまして、約180台の収容が可能となっております。まずはですね、府中地区渋滞対策協議会におきまして、その臨時駐車場への誘導方法等の検証をしっかり行っていただきましてですね、それで駐車場の台数の不足ということが見込まれる場合は、空き地所有者の方への協力要請やとかですね、府中公園の利用等、幅広に対策を進めていただきたいというふうに考えております。永本義弘さん。はい、ありがとうございます。地元の協議会とともにですね、この問題は、大きな問題なんで、しっかりと進めていきたい、いただきたいと思います。またもう一つご質問ですけれども、緊急車両等に、影響があるのかどうかということなんですけど、どのようにお考えでしょうか。浅野企画財政部長。はい、今回の、10連休の状況では、救急車両、消防車両の、緊急車両への影響はなかったというふうに確認をしております。永本義弘さん。なかったということは、そういった事案がなかったということでよろしいですか。浅野企画財政部長。はい、宮津与座消防組合の方に確認いたしまして、そのように確認をしたところでございます。永本義弘さん。はい、それでは次にですね、渋滞に伴って、迂回路として利用される役場西山線の状況についてお伺いします。役場西山線は与謝野町支援学校先から府中小学校グラウンド横国道合流までの山手を並行して走る地域住民の生活道路であり、対向車とすれ違うことも大変難しい場所もあります。特にこのゴールデンウィークの5月の連休中には田植えシーズンでもあり、農作業などで地元の車両が通行し、また路肩にも多くそのような車が止まっております。そんな中を他府県ナンバーの車が縫うようにして通り過ぎ、国道から市道へつながる縦道が 10箇所あります。そのうち十字路の交差点が3箇所、 T 字路の交差点が7箇所という状況なんでございます。こうしたところの車の乗り進入を規制また自粛するようなことが可能かどうかをお聞きします。浅野企画財政部長。はい、徐行換気とかそういう看板の設置は可能であるというふうに考えておりますが、まずはですね、協議会を中心に地域でしっかりと議論をしていただきまして、今後の対策について検討いただきたいというふうに考えております。永本義弘さん。いろいろと協議会の方での検討になるとは思いますけれども、まずは乗り入れ自粛の看板、またはそれが不可能であれば安全対策ということがしっかりできたらと思いますけれども、そういった安全対策、例えば十字路の交差点、 T 字路の交差点等で安全対策、どのようなことが考えられますか。山根建設部長。役場西山線に関わります交差点の安全対策につきましてでございますけれども、例えばその路面表示、T 字それから十字の路面表示と、交差点であるということを明示する安全対策等が考えられます。永本義弘さん。はい、ありがとうございます。そしたら地元からの要望、またそういったことを踏まえて、そういったことは可能ということでよろしいですね。山根建設部長。協議会のご意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
永本義弘さん、はい、ありがとうございます、国道178号の渋滞対策ということで、もうそうであればこの市道に役場西山線を乗り入れ可能として早い段階から府中小学校駐車場進入路という形で使うことも可能でしょうか。浅野企画財政部長、はい、先ほども申し上げました通り、そういうやり方というか、そういう方策につきましてですね、協議会と一緒に地域と、でしっかり議論していただきまして、今後の対策について、検討していきたいと、検討してい、っていただきたいというふうに考えております。永本義弘さん、はい、ありがとうございます。まずは駐車場の件と、役場西山線の安全対策ということです。それともう一つ、渋滞、駐車場が少ないのと、駐車場に入る車、駐車場の空き待ちの車が、大垣地区周辺で、完全にストップしてしまうという状況があります。それに伴い、例えば伊根方面に行く車がその車の止まった車の後ろにつながって動けない状況があります。ここからは少しちょっと通告外になるかも分かりませんけども、幸い大垣地区の、ケーブル下からこの神社、ケーブル下というよりも府中小学校グラウンド下の、単回バス路線バスのケーブル下バス停からこの神社入り口付近まで結構道が広く取ってあります。真ん中にセンターラインがあり、センターラインの両サイドに、白い斜めの白線、斜めの車線が引いてあります。いわゆるゼブラゾーンというゾーンが設けてあります。これをうまく活用すれば、例えば東向き暫定2車線のようなこともできないかなというふうに思いますけども、国道ということで、道路監視や京都府さんになるかと思われますけれども、そういったことも宮津市として京都府さんの方へ要望なりお願いなりいうことが可能かどうかお願いします。今井副市長、はい、先ほど の、 ご質問でございますけれども、基本的に今現在府中地区あるいは文殊地区につきましては海の京都ということで、京都府、宮津市、あるいは地域が、連携して地域づくりを行ってまいりました。現在そういった地域づくりのマスタープランということで、それに基づいて今、事業等を実施しておりますが、このマスタープラン自体もですね、5年を経過するというような中で、もう一度再度府中地区あるいは文殊地区のこの地域づくりについてどうやっていくんだということをですね、地元でしっかりと議論してくれということで今お願いをしておりますので、そういった中でですね、地域と一緒になってそういったことも含めまして検討を進めていきたいというふうに考えてございます。永本義弘さん、はい、ありがとうございました。それでは今後ですね、そういったマスタープランを踏まえてしっかりとですね、地元を含め京都府を含めてですね、この渋滞緩和対策について、ご検討をしていただきたいと思います。また先日には、日本遺産の構成要素に認定されました、西国33カ所巡りの巡礼の地、28番成合山もあります。今後ますます多くの観光客がこの地を訪れることが予想される中で、そういった渋滞緩和対策を市としてもしっかりと地元と一緒になって考えていただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして2つ目のご質問でございます。パーク&クルーズについてということで、現在本市においてはパーキング浜町を活用し、民間事業者との連携でパーク&クルーズの取り組みを行っております。このパーク&クルーズ、近年の利用状況等分かれば教えていただきたいと思います。松崎産業経済部長、
パークアンドクルーズにつきましては産業経済面の所管しておりますので私からお答えさせていただきます。平成27年度から実施しています天橋立パークアンドクルーズは、丹後観光の玄関口として浜町を起点とした周遊ルートを構築し海上交通を活用した新たな観光コース作りを目指すとともに交通渋滞緩和を図るため取り組んでいるものであります。お尋ねの利用状況につきましては、まあ、ゴールデンウィークのデータを見ますと特に今年の10連休ということもありまして、今年の状況ですけれども宮津桟橋から、観光船を利用したされた方は7070人と昨年に比べまして 62% の増から浜町立体駐車場の利用台数は7173台と昨年と比べまして 23.4% の 増ということでそのうち、観光船利用者の駐車台数は昨年に比べまして 2.1 倍に増えたという状況でございます。永本義弘さん、はい、ありがとうございます。この、まあ、入り込み時の人数、また駐車台数とこれは予定されていた数字でしょうか。松崎産業経済部長。今回、まあ、今年10連休ということでこれまでなかった、連休と大型連休ということで、ある程度こう増えるという見込みをしておりましたが、まあ、これ本当にどこまで増えるかというのが本当に見込めない状況であったというふうに思っております。今年特に5月3日が一番ピークだったと思っておりますが、この時の、パーク&クルーズの乗車数がですね、1893名でございます。でこれはもう過去最高ということです。でこれまでで言いますと大体1600が最高でございました。でこの1600の乗車利用数が、まあ、何日続くのかなというところは今回の10連休で、思っておりましたがこれがもう少し増えるだろうなということで思っておりましたが、ここの本当に予測が立たなかったというのが正直なところでございます。でなおパーク&クルーズについてはこの3日を中心にですね、2位から2日、4日、これも2日が1300台、いや1300人から4日が1400人ほどということで、まあ、この3日間が実績としては集中したと、まあ、過去の最高に近い形の数字がまあ3日間続いたと。で3日についてはそれをもう上回る1900に近い利用があったという状況でございます。以上でございます。永本義弘さん、はい、ありがとうございます。大変多くの車が来られたということでございますけれども、浜町パーキングの、キャパ的には全然まだまだ余裕があるような台数でしょうか。松崎産業経済部長。今年の状況で申し上げますとこの3日がピークという中でこの3日の日ですが、台数としまして1086台止まりました。で一時に集中しますので、キャパが400台という中では、この3日については約2時間半ほど満車状態が続いたという状況になっておりますが、先ほども申し上げましたようにパーク&クルーズほか、これに次いで2日4日も利用が多かったんですけれども、ここについては満車時間はあって30分ほどということで、割とこう流動があって入れ替わりで、満車の時間というのは短かったというふうな実績になっております。永本義弘さん、はい、ありがとうございます。このパーク&クルーズの取り組みは、
まあ、文殊地区渋滞緩和、府中地区の渋滞緩和にも多少影響はありますか。松崎産業経済部長。このパーク&クルーズの取り組みにつきましては、今年度からの運航事業者の実習事業として、観光船の部分については取り組まれているとともに、先ほどのご質問もございましたが、これと連動しまして、地元の住民や観光事業者が主体となりまして、府中地区では臨時駐車場の開設、また文殊地区では山手通りの一方通行化による自主規制、これらの取り組みがそれぞれ実施されております。こうした取り組みによりまして、以前は文殊から縦貫自動車道の本線、これを超えるような、渋滞が発生しておりましたけれども、近年観光客が増加している中においてもそこまでの渋滞は少なくなってきていること、また観光船で宮津桟橋から府中一宮の切符を購入される観光客の割合が高いと伺っており、宮津市街地、文殊、府中それぞれの地区の渋滞緩和に一定の効果を上げているものと考えております。中本義弘さん。現在浜町パーキング、5時間無料ということですけれども、この、パーク&クルーズをご利用されて5時間以上駐車される台数とかは分かりませんか。松崎産業経済部長。そこの把握というのはできないというふうに考えておりますが、パーク&クルーズを利用して、観光船に乗っていただく方、これについては宮津桟橋のところで無料駐車券の認証機にかけていただく取り組みをしておりまして、これを使われない方もおられるんですけど、これを使われました台数としましては私どもが持っておりますのが809台、この10連休の中で809台が認証機にかけられたということでございます。中本義弘さん。例えばですよ、この5時間無料を3時間に短くして、駐車料金をいただく、駐車料金をいただいた、駐車料金が発生するということになりますけれども、それをで何か行った先、例えばお土産屋さんとか飲食店での割引とか、駐車料金は払ったけど先行って買い物したらお得になったよみたいな、そんな取り組みはできるんでしょうか。松崎産業経済部長。市営駐車場料金につきましては使用料という位置づけになっております。で、使用料ですとご承知のとおり条例に規定をするということですので、そういった弾力的な運用というのは非常に難しいと思っておりますので、また当然立体駐車場には観光客以外の市民の方も止められますので、やっぱりそういった方の利便性も考えますと、やはりこの5時間無料で、使用料の条例通り行かせていただくよりないと思っております。中本義弘さん。はい、ありがとうございました。今後ですね、ますますこういったパーク&クルーズ、また、国道178号線の渋滞緩和対策等を進めていただきまして、この地、またこの京都北部に多くの観光客の方がに来ていただきまして、あそこ行って長いこと待たされたじゃなくて、あそこ行って楽しく遊べたという町になるように、行政としても取り組んでいただきたいと思います。以上で私の質問の方を終わらせていただきます。